おはようございます。3月23日、10時ちょうど、モーニングショットをお届けしたいと思います。まずはじめに、本日の方針でございますが、ドル円は109円ちょうど、109円10で売りから、109の4丸にストップを置いて、108の6丸5丸での買い戻しのイメージ。ユーロドルは1.19の5丸6丸で売り、1.1982、ちょっと刻んでおりますが、82でストップ。 1.18の8575での買い戻しをユーロ円は130円の1020で売りから130円の40でストップ129円の6050での買い戻しをポンド円は150円の95151円の05で売りから151円の40でストップ150円の3525での買い戻しを タイトルは1.386575での売りから1.3890でストップ1.38の2010での買い戻しを OGN は84の3545での売り84の65でストップ83の8575での買い戻しをタイトルは0.776070で売りから0.7785でストップ 0.7710ちょうどで買い戻しを。入陣円は77円の7080で売りから78の丸5でストップを置いて77円台1505での買い戻しを。タイトルは0.714555で売り0.7175でストップ0.707060での買い戻しのイメージを作りました。 昨日、えー、まあ朝方108円の51まで、えー、下がった後、108の96をやってこれが日通しの高値、安値になっておりまして、えー、その真ん中、えー、108円の62、えー、これ、欧州時間の安値と、えー、ニューヨーク参入時の108の86これが手前のも、まあ、み合いのレンジになっております。えー、高値も今円の86まで、えー、つけ、 安値は76台、まあ、非常に狭いい、えー、が続いております、まあ、できれば引きつけて109円台、えー、売って、えー、直近高値を抜けていったらもうだめということで9の40で切りたいというふうにイメージをしております、まあまりあの大きな動きになっていませんので確実にその収益はです、ね、ポケットに入れていきたいなというふうに考えておりますそれでは本日もよろしくどうぞお願い申し上げますモーニングショットこれで終了です JFX 株式会社代表取締役小林芳子ですいつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分ととても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます業界の中では数少ないスキャルピング OK であること 連打注文が OK であること、一日の取引制限がないこと、躍上スピードが最速0.001秒とサクサク躍上することなどが選ばれている理由だと自負しております。ぜひ当社でお取引をいただきたく、YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました。新規口座開設期間内に小林義彦 JFX YouTube 限定企画経由で新規講座解説をしていただき取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされかつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントいたしますオリジナルレポートの内容はスキャルピングのコツチャートパターンスキャルピングのためのテクニカル分析など 私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中根トレードや実需についてもお問い合わせが多いのでこちらもコンテンツに入れております。YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますのでぜひ講座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。